濃い出し本つゆ満点レシピ、白菜の鶏すき煮をご紹介します。鶏もも肉1枚は一口大に切ります。ネギ1本は3センチの長さに切りましょう。白菜 300g はざく切りにします。椎茸4枚は飾り切りをしましょう。焼き豆腐1丁は8等分に切ります。春菊3分の1束は食べやすい長さに切りましょう。白滝1玉は下茹でをしておきます。フライパンを熱し、鶏肉とネギを入れ、強火で焼き色をつけたら取り出しておきましょう。キッコーマン濃い出し本つゆ 100cc を用意します。くびれを押して調節自在です。これをフライパンに入れ、水 500cc を加え、白菜と白滝、焼き豆腐を入れ、炒めた食材を入れます。椎茸と春菊を加え、中火で火が通るまで煮たら完成です。鶏肉とネギの香ばしさが絶品です。ぜひお試しください。